今日も動画をご視聴いただきありがとうございます。とくちゃんです。このチャンネルでは日本一の清流仁淀川関係の動画、さらには世界中を旅した動画をアップしています。いいねボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。さて今日は木曽町のチェロブルーにやってきました。ここでランチです。駐車場舗装されてませんが10台分ぐらい止められそうです。お、チェロブルー。メニューがスパゲッティとかあってハンバーグもありますね。こんにちは。デザートセット1600円もあるよ。ああデザートセットでしょうか。うん、じゃあこれね。ああ、じゃあこの野菜ときのこのハンバーグのデザートセットを、なんかおでんみたいね。え、フランス。感想がありません。洋風おでんですかね。キソプマからの風が出てきました。やっぱりキソプマから風が吹いてきたそうです。はい、ハンバーグ来ました。スープハンバーグです。意外と味すごい。さっぱり、さっぱりしてる。チーズがすごく香ってますね。そうです。でもキノコチーズしないね。やっぱすごいあっさり、はい、でもあのお肉の味は、感触はたっぷりあってジューシー、ジューシーだそうです。これなんかスプーンで食べなきゃいけない。そうですね。ではハンバーグ。いや本当ジューシーだ。これスープ、スープだよ。そうですね、スープですね。うん、まあ味は本当によくあるハンバーグなんですね。はい、おじいはいちごのケーキ、これがついてたんですね。でお願いして富有柿のコンポートを選びました。はい、ありがとう。それでホットコーヒーです。ではいただきます。いちごのケーキも初めて食べますが生クリームたっぷりですね。あんまり甘くないですよ。わ、柿を食べました。柿のコンポートアイスクリーム添え。でも柿を冬が来ます。あ、食感がちょっと残ってて、アイスクリームとの相性も良さそうです。